を騒がせた森友学園、加計学園問題。国有地の売却や獣医学部新設の認可をめぐって安倍総理による不適切な関与があったと朝日、NHK をはじめとする大手メディアで報じられ、連日国会では野党がこの問題で政府を追及した。どちらの件も当初から総理の関与がなかったこと、仮にあったとしても法に触れるようなものでなかったことは良識を持った国民の目には明らかだった。一般国民も初めこそ馬鹿げた疑惑を信じ、一時は内閣支持率も下がったが、すぐにことのバカバカしさに気づき、不毛な議論を吹っかける野党やメディアを逆眼視するようになった。10月の総選挙は政府与党が圧勝をし、盛りかけ問題というフェイクニュースには国民も飽き飽きしていることが示された。彼らは明らかに安倍憎しの一年で凝り固まり、根拠のないデマを垂れ流し、それをもとに総理に納得のゆく説明をなどと無理難題を押し付けた。森友学園では、節操のない方法で金を集め、その目的のために明恵夫人の協力や安倍総理の名前を利用しようとした期待の詐欺師、籠地理事長の作り話をさも本当であるかのごとく連日報道をした。さらに、これらの報道機関が加計学園問題における加藤森行愛媛県知事の国会証言のような、総理を攻撃する上で都合の悪い真実は完全に黙殺し、報道しない自由を行使したことも見逃してはならない。これらは、日本の大手メディアがジャーナリストとしての良心を捨て、ただのプロパガンダ機関に成り下がったことを示している。